ラジオタンブラーの隠れ家表部屋。はい、どうも皆さんこんばんは、タンブラーです。はい、やりますか。2019年の4月7日日曜日ですね。今週のラジオを始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、今週のラジオね、結構ね、話したいことがいろいろありまして、いやー、どの話題にするかとかいうことを考えたんですよ。ちょうど4月になったということで、まあ世間ではですね、まあ僕も、いろいろあってね、まあ1年前ぐらいに、サラリーマン辞めちゃいましたんで、あんまりもう自分に関係ないんですけども、まあ労働法がね、改正されて、これからは、なんだっけ、有給ね。有給を、必ず、一定程度取得しなきゃいけないとか、そういう風に変わったとか、まあ、いろいろそういうようなことについて思っていることっていうのも、まあ、話そうかなということも、まあ、思ってるんですけども、まあ、ちょっと、今回のラジオはですね、なかなかいろんなテーマやってると、時間オーバーになっちゃうので、今回は、まあ、僕の、発信関係の話をメインでね、やりたいと思います。思いますが、まあ、その前にですね。はい。まあ皆さんもご存知の通りかと思いますが、新元号ね、発表になりましたね。はい。令和ということで。うん。まあ、どうですかね。まあ僕、率直に、聞いて、最初いいなというふうに思いました。その、令という文字が、使われたのは初めてということと、まあ、あと聞くところによると、この言葉はね、万葉集から、取ってきたということで、大体いつも元号はね、中国の古典から取ってくるということが多いみたいなんですけれども、まあ、今回本当にそういう意味でも、新しい試みということですし、まあ、そもそもね、代替わりの、まあ、攘夷というような形が、まあ、数百年ぶりということですんで、まあ、本当に、まあ、そういう意味では今回のその、元号の切り替えっていうのは、まあ、まあ、大きなね、まあ、いつものこの、なんていうか、元号の切り替えとは違う、まあ、特別な、意味合いもあるのではないかなというふうに思います。で、まあ、本当に、ね、まあ、今の、こう、時代、から、まあ、これから先の時代に移り変わっていくにつれてですね、まあ、僕も普段よく言ってますけども、まあ、AI とかロボットとか、まあ、本当に時代が大きく変わっていくんじゃないかという、タイミングですんで、まあ、本当にこの新しい、うん、まあ、古き良き伝統文化大切にするっていうことももちろん、必要だと思いますけども、まあ、今回のその、令和という文字を万葉集から取ってきたということ、まあ、これも新しい試みなわけですが、まあ、これは僕はいいことではないかなというふうに思いますし、まあ、日本のそういう文学から持ってきたということは、まあ、率直にやっぱ嬉しいことだなというふうに思います。はい。で、まあ、まあ、でもあんまりその原稿のね、話だけで、長く時間取ってもしょうがないんですけども、まあ、原稿についてはですね、結構、まず、大前提として僕は言語は、必要だというかね、あるべきものだというふうに、考えてます。が、同時にですね、その、やっぱりまあ、いつも、言われるのは、この言語のめんどくささというかね、そういったものっていうのが、割と、こう、世間一般では、話題に上がることが多いと思います。で、これはもう僕も、10年間サラリーマンやってましたんで、そういう、まあ、サラリーマン時代にですね、様々な書類を作ったりとか、いうこともやりました。で、まあ、その中でですね、本当に、やっぱりめんどくさいなというふうに思ったことは多々ありますし、大体まあ僕と同年代とかね、それくらいの人とかでも、もう言語なんかない方がいいよ、めんどくさいしね、というふうに、まあ思ってる人も結構多い。です。で、まあ、会社の中でもね、そういうような人もいました。で、まあ、僕はそれはですね、やっぱり、現実的にね、まあ、日々、いろんな人が、この、現実の世界で生活している中でですね、どうしてもやっぱりあまりにもめんどくさすぎるとかいうようなことになると、その、伝統文化はいいんですけども、まあ、それが、ネガティブなイメージでね、どんどん後々の世代に伝わっていくということになるんじゃないかなと思うんですよ。ですから、まあ、やっぱり、言語というものがね、多くの、
まあ、日本人に、これからも愛され続ける、まあ、そういういいね、例えば、まあ、侍とかさ、忍者とか、そういったものは、僕もま、よくね、ゲームやってるし、まあ、僕のこのラジオとか、動画見ていただいてる方は、そういうような、こう、ことは、わかってると思いますけども、要はそういうものを、昔からの伝統文化っていうのが、こう、いいイメージっていうかね、まあ今にいろんな形でですね、伝わっていってるというようなことはあるわけですから、まあその言語というものもですね、まあ非常にこれからも、まあいい印象で、伝わっていって、続いていくといいんじゃないかなというふうに思ってます。でまあ、そのためにはですね、やっぱまあ日々の生活の中で、ちょっとあまりにもこれは分かりにくすぎるとか、めんどくさすぎるとかですね、まあそういうようなことは、少しずつ、なんて言うんですかね。西暦か。西暦と、こう、併記をするとか。まあ、いうような形で、実生活の中で、まあ、マイナスにならないような形っていうのを、まあ、考えていった方がいいんだろうとは思ってます。はい。で、まあ、そういったところをですね、しっかりとこう、変えながら、同時に、まあ、言語というものがですね、まあ、これからも、多くの人に、国民にですね、まあ愛されるようなものになっていけばいいんじゃないかなというふうに思ってますし、まあ僕自身もやっぱりですね、まあ言語というもの、まあ今、世界中で使っているのは日本だけということみたいですけども、やっぱりこの、時代が変わるというタイミングで、じゃあ自分も、このタイミングからは新しいこういうことをしていこうとか、こういうふうに変わっていこうというようなことを思います。で、まあどうでしょうね、多分まあ多くの方、まあ、なんだかんだで、言語変わるということで、まあ、新規一点というようなね、まあ、そういうような気分になる方って多いと思うんで、まあ、そういう、ことで、気持ちの切り替えということで、活用できるんでね、まあ、僕自身も、また、新規一点ですね、5月以降ですけども、新しい年号がスタートするとともにですね、もっともっと、いろんなところに、ことに、まあ、挑戦をしてね、行きたいというふうに、思っております。まあ、ということでですね、まあ、本当にちょっと、まあ、言語の話だけでもね、30分ぐらい話せるんですけども、まあ、今回、まあ、言語のテーマではない、回ですんで、これで終わりにしたいと思います。はい。ということで、まあ、前置きはこの辺にしましてですね、もう7分ぐらいやってる。毎回毎回、こう、ラジオはですね、時間が、足りないですね。はい。ラジオね、まあ、どうしてもやっぱり、あんまり長くなりすぎても、見る人が、ね、聞く人が聞きにくいと思うんで、時間をこう圧縮してお話ししたいというふうに、思ってやってるんですよ。で、まあ、それゆえにですね、まあ、いつものこの実況動画とかでも結構、まあ、喋りはひどい、トークは、うまくないと思うんですけども、まあ、ラジオはね、やっぱ、それ以上にこう、時間制限が、あるので、まあ、本当にこの、まあ喋りというか、あれが、拙い感じになっていてね、まあ申し訳ないんですけども、まあ本当に、時間の尺の都合上ということでね、まあお許しいただければというふうに思います。はい。で、ですね、まあ、本題いきます。はい。僕の発信関係のお話したいと思います。まあラジオとか、ずっと言ってますが、今週から、はい、今週から、ゲーム実況の動画投稿のペースを、ペース変更させていただきました。月、金と、2回ですね、更新というような形にしていると思います。で、まあそういうような形にしつつですね、まあ裏でこれから先どういうような、タンブラーはですね、まあ僕自身どういう、ゲーム実況というものをやっていこうかということをまあ考えるよというような話をしていたと思います。で、それをですね、もう早速考えました。はい。まああんまりね、こう、ね、何ヶ月も、考えててもしょうがないんで、もう早速ね、もう今週少し空いた時間でですね、考えました。で、まあ、今回はですね、まあ、まあ、これからの、こう、実況動画の作り方とか、まあ、そういう方針についての話というようなことをしたいと思います。はい。ちょっと水飲まして。はい、まあ、他にもね、本当ブログで新しくこういうことやってるよとか、
こういうゲーム紹介し始めましたとか、まあそういういろいろあったりしてね、実はまあブログもブログで、さらにね、まあ本当ありがたいことに、いろいろと、あるんですけども、まあいいや、その話はちょっとまた、おいおいということで、話を戻して、実況動画ですね。実況動画なんですけれども、まあ、大きく二つですね、しっかりと今後考えて、方向性を、定めていきたいというふうに思っていることがあります。で、一つはですね、そのゲームのジャンルについてなんですが、これね、まあ、僕が改めてこれを考えたのはですね、まあ、今みたいなライフスタイルで、動画投稿させてもらうようになって、まあ、1年ほど経ちました。で、まあ、これね、まあ、僕はくどいと言われるかもしれませんが、まあ、何度も何度もこのラジオでは言ってるんですけども、まあ、これまで、過去、まあ、4年、間ですね、ゲームの実況動画というのを投稿やってきました。で、その中でですね、まあ、サラリーマンという時代がすごく長くて、で、そのサラリーマン時代はですね、非常に、その、なんていうか、仕事とね、この発信活動というのが、並行していくのが、まあ、やっぱり現実的に大変な部分がありまして、ですごく、消化不良ということが、ありました。で、まあ、改めてですね、まあ、僕はサラリーマンとしてはね、まあ、本当にダメサラリーマンでして、で、会社の中でもうすぐドロップアウトを、もしたし、という、ことなんですけども。まあ、それでも、まあ、なんだかんだ、一応、それでもね、10年選手だったもんですから、会社の中で、やっぱまあ、日々いろんなことがあったはあったんですよ。もう明日、急に、ちょっと出張行ってくれとかね、もういきなり、朝早くから帰りが決まったとか、打ち合わせが入ったから、取引先行くとかね。まあそういうようなことがありまして。で、どうしてもですね、まあそういうようなことがあったもんですから、じゃあ、今日帰ってから動画収録やろうとかね、帰ってから動画編集して、じゃあ明日アップロードしようかなとか、あと、まあ会社員時代もね、たびたび生放送とかやろうかなとかっていうふうに思っていた時もあったんですが、よし、生放送やろうかなって思ったら、もう、じゃあちょっとお前、急に、まあ僕結構クレーム対応とか袖系の仕事やってた時も長いんで、なんか急に入ってきちゃったから、ちょっと出張行って、他県行ってくんないかとかって言われて、いやー、みたいな。で、そういうようなことも、まあありまして、いや、まあこういうようなちょっと仕事だとなかなかやっぱり、難しい部分もあるなというのも、まあ感じながら、サラリーマン時代は、やってました。まあね、世間には別に、まあ僕と同様に、それか、まあ僕以上にね、大変なまあ仕事をやりながら、まあ並行して、そういう発信活動をやってる方もいると思いますんでね、まあなかなかそれで、泣き言は言ってられないんですけれども、まあ残業時間が長いとかね、そういうまあ時間の部分もあるんですけども、まあ僕はあんまり残業とかはなかったんですが、それ以上にですね、いつ、忙しくなるかとか、その、いつ何が起こるか分からないっていうような、まあ仕事だったところがすごくきつくてですね、それと、こう日々、こうルーチンで、発信やっていくっていう、まあ自分の趣味のその活動を並行させていくってことがやっぱりすごくね、大変でした。で、まあ、だったもんですから、ずっとね、まあ3年間、それで発信やっていったんですけども、やっぱ常に消化不良で、いや、もうちょっと、しっかりと、こう、スケジュールが組めれば、時間に余裕があれば、こういうことやりたい、ああいうことやりたいとかいうことを思ってました。で、まあ、それでですね、まあ、そういう意味では、初めてですね、まあ、去年1年間はですね、そういうことで、自由に、時間を使ってですね、発信活動をやらせてもらいました。で、まあ、とは言っても、まあ、ご承知の方はご承知の通りですね。なかなか、体調不良に苦しんでいた、時もあったもんですから、まあ、そうは言っても、前半戦は、まあ、
本調子じゃないところから徐々にという感じだったんですけども、まあ、特にね、後半なんか僕も体調が完全に回復をしまして、で、その上で初めて、体調も万全だし、そして、時間も、まあ、昔よりしっかりと、時間をとって、かつスケジュールもね、しっかりと組んでやれるという中で、発信活動をやりました。で、それで初めて分かったことなんですけど、まあ、こういう、そういうような、ある意味、とても恵まれた、環境で、動画投稿、続けることができたんですが、しかし、そうは言ってもですね、やっぱまあ、現実的に僕が普段やってるゲームの、多くをですね、まあ、実況動画としてやることは、それはさすがに不可能だということはよくわかりました。まあ、ブログとかね、見ていただければわかると思うんですけども、まあ、僕は本当に、まあ、かなり雑食なゲーマーでして、まあ、いろんなゲーム、年間いろんなゲームやってるというようなタイプの、まあ、ゲーマーなんですね。で、まあ、それは、例えば、まあ、ゲームブロガーとして、そういう攻略記事書いたりとかっていうようなことについては、まあ、都合がいい性質の部分だと思うんですけども、まあでも、やっぱり、動画投稿していくっていう部分では、僕がいろんなこうゲームやりたいなと思ってても、当然いくら、昔に比べると、こう、スケジュールがしっかりと組めるとかそういうようなことがあってもですね、当然、収録やって、そして、編集やって、で、エンコードやってとか、ま、いろいろあるわけでね。まあ、そういうようなことやってると、まあ、ごくごく、僕が普段やってるゲームのごくごくごく一部のゲームしか、実況動画で、まあ、お伝えするという、ことはできないわけですね。で、まあ、そういうことが、改めてよくわかりました。で、まあ、前置きが本当に大変長くなりましたが、まあ、そういうことでですね、改めて、まあ、まあ、僕の中では、時間の許す限り、できる限りのことは、まあ、やれる、ありがたい環境でやらせていただいたと思っているんですが、まあ、それでもやっぱりすべてのゲーム、まあ、すべてどころか、本当にやっぱごくごくごく一部のゲームしか、ゲーム実況としてはやることはできないということが、まあ、よくわかりましたので、まあ、そうするとですね、まあ、やっぱり、やるゲームの、ジャンルというか、その方向性っていうものを、どうせ、どう頑張ってもごくごく一部しかできないので、それはやっぱり、しっかりと、方向性決めないといけないな、ということを、改めて思いました。で、これまでですね、まあ僕がまあ4年間動画投稿やってきた中で、まあ本当にそんな昔からね、まあ、動画見ていただいている方が、このラジオを聞いている方にいらっしゃるかどうかわからないんですが、まあ、本当にね、いろいろなゲームやってきました。実況でね。それこそ、まあ、有名どころのゲームで、ポケモンであったりとか、ドラゴンクエスト、モンスターハンターとかね、まあ、そういう有名どころのゲームをやるときもあれば、インディーゲームとかね、同人ゲームみたいな、まあ、同人ゲームはなかったかな。まあ、インディーゲームみたいなそういう、非常に、知名度の低いゲームをやるときもあれば、RPG、アクションとか、まあ、ジャンルですね、ゲームのそういうのもいろいろあり、また、子供向けっぽいようなゲームもあれば、まあ、それに比べると、まあ、今、やってるシビライゼーションというゲームも、まあ、どちらかというと、あれだと思うんですけども、まあ、もう少し対象年齢高めのゲームとかね、いろんなゲームね、本当に、まあ、かなり雑食でやりました。ただ、これはね、やっぱ、果たしてこのままでいいのかなっていうことは、今、変えなくちゃいけないなというふうには思ってます。で、どうせやっぱりごく一部のゲームしか実況でできないので、その中でですね、僕も4年間やってきた中で、まあ、いろんなゲームやってきて、例えば、まあ、ドラクエやってるときは、ドラクエ好きな人が、まあ、見てくれて、ポケモンやってるときは、ポケモン好きな人が見てくれて、で、モンスターハンターやってるときは、モンスターハンター好きな人が見てくれて、で、まあ、今、シビライゼーションっていうゲームやってるんで、まあ、もしかしたら、シビライゼーション、まあ、見てる方が、見てるというか、好きな方がですね、動画見ていただいてるのかもしれませんけども、多分、僕のそのゲーム実況の動画を、数珠つなぎでね、ずっと前から、僕が
やってるからってことで、結構いろいろと、まあ見てくれてる人っていうのは、もう非常に数少ないんじゃないかと、まあ僕自身、残念ながら自分でも思ってはいるんですよ。まあ、そういう方いたらですね、あれですね、ソシャゲの、ガチャの SR ぐらいは、レアリティ高いと思います。まあ、それぐらいですね、本当になかなか、まあ、こう、いろんなことはやってきたんですけども、まあ、そういうとっちらかってるというような、状態ではあると思います。で、やっぱりですね、ゲーム実況ですから、このゲーム実況というような形で、これからも、まあ、発信をしていくのであれば、まあ、自分なりのこのカラーとかスタイルみたいなものをしっかりとこう確立させていかないと、まあ、これからも僕はね、まあ、発信やっていこうと思ってますんで、中長期的にやっぱり見たら、なんていうか、そういう軸足みたいなものがしっかりないとね、まあ、人との差別化。僕もあんまり残念ながら、ちょっと他の、発信者の方がどういうような、やり方でやってるかっていうのを、まあ、情報リサーチが全然できてない方だというふうに自覚をしてるんで、まあ、むしろ、多分、このラジオを聞いてる方とかね、まあ、そういう、ゲーム実況とかよく見られる視聴者側の方の方が、よっぽど、詳しいと、よくご存知だと思うんですけども、まあ、結構、そういう、まあ、スタイル、ジャンルを、決めてやってる人っていますよね。もう、年から年中、このゲーム、一つのゲームだというのを決めて、それで動画投稿してるという人もいると思いますし、まあ、こういうジャンルのゲームをやるというような形でやっていたりとか、いうような人もいると思います。で、そのゲームのそのジャンルとは別に、その実況者がですね、そういうどういうようなスタイルからで実況をやるかというような話はまた別途あってですね、それはそれで考えていかなくちゃいけないという話を、まあ、今回のラジオとはちょっとまた別のところでお話をしようと思うんですが、まあ、それはそれであるんですけども、まあ、それが二つ目でね。で、その前の一つ目として、やるゲーム。これはね、まあ、方向性をしっかりと、明確にですね、決めたいと思います。で、具体的に、どういうような、こう、ゲームをやるかということを改めて考えたんですが、ちょっと前にですね、いわゆるストラテジー、シミュレーションみたいなジャンルに固定しようかなというふうに、まあ、考えてた時もあるんですけども、改めてですね、これについては、決めました。タンブラーがですね、僕がやるゲーム実況の、まあ、やる、そのゲームというのは、まあ、これからはですね、日本が関わっているゲーム、日本に関連したゲーム、そういったゲームをですね、僕のゲーム実況ではやっていこうというふうに、位置づけたいと思います。まあ、たまたまですね。まあ、まあ、ちょうど、言語切り替えというタイミングもあったりですね。まあ、今ちょうどやってるゲームが、シビライゼーションというゲームなんですけども、まあ、あれも、まあ、日本というか、まあ、あれは世界ですね。現実の世界が、まあ、テーマになった、まあ、そういうストラテジーのゲームなわけですけれども、まあ、そういう現実の世界をテーマに、したゲームっていうのは、まあ、年がら年中僕は一本ぐらいは何かやってはいるんですよ。で、まあ、ですので、そういったのを、まあ、テーマにしようかなというふうにも思ったんですが、FPS、ね、ガンシューティングみたいな、そういうゲームって僕はほとんどやらないんですよ。あれ、やっぱり、すごいね、ゲームの、腕が上達するのにものすごい時間かかるんで、ちょっと一つのゲームにそんだけガツリとできないとかっていうようなこともありまして、FPS のゲームも全然やらないんで、まあそうすると、洋ゲーみたいのでね、まあ現実世界を即した、ゲームってたくさんあると思うんですけど、まあそういうのやんないから、ちょっとそれだと意味合いが違うかなということで、まあ改めてですね、日本の、
何でもいいですよね。まあ、そういう、まあ、歴史であったりとか、まあ、文化であったりとか、いろんな、まあ、現実のね、世界をテーマにしたというのでもいいですし、そういったものをですね、僕の、ゲーム実況として、やるゲームとして、今後、その方向性でゲームを選定してですね、やっていこうというふうに思ってます。まあ、具体的なそのゲームのタイトルで言うと、まあ、例えばですね、まあ、そうすると、あれですね、それこそ、例えば、ポケモンであるとか、ドラゴンクエストであるとか、なんかそういう、まあ、まさにこのファンタジーの世界をテーマにしたゲームとかっていうのは、完全に対象から外れてくるんでしょうね。モンスターハンターとかどうなんでしょう。まあ、一応タチっていう武器があるんだけど、まあ、そこまで行くとちょっと若干こじつけみたいなところもあるんですが、仮ゲーで言うとね、まあ、昔僕は陶器伝というゲームを実況でやってた時もあったんですが、まあ、そういう陶器伝で、まあ、和風のゲームですね。まあ、そういうのもあると思いますし、歴史もんのゲームで言うと、まあ、信長の野望とか、まあ、あとは、戦国無双とか、まあ、そういう感じですかね。まあ、それから、まあ、あれですね。まあ、現実世界を、テーマにしたゲームで言えば、シビライゼーション、まあ、今やってるシビライゼーションもそうだし、まあ、いろいろとあると思いますけども。まあ、あと、忍者とかね。あ、そう、忍者といえばね、最近フロムから出た赤道っていうアクションゲームがありまして、まあ、ダクソみたいな。で、これも、まあ、購入させていただいたんですが、これもね、すごい面白い。でね、まあ、いつかちょっと、何かできないかとかっていうことも、まあ、思ってるんですが、まあ、赤道とか、まあ、もうあるかもしれません。まあ、そういう、まあ、いわゆる、こう日本の歴史であったりとか、文化であったりとか、まあ、現実の世界ですね。そういったものをまあ、テーマにしたゲームというのを、実況ではやっていこうというふうに思います。まあ、そういうふうに決めました。で、それで、とりあえずですね、ちょっと、まあ、今のね、シリーズやってるものについては、前々から言ってるように最後まで責任持ってやりますが、で、それ以降ですね、そういうような方向性で、まあ、ゲームを選定し、かつ、その上で、まあ、僕のその実況のやり方っていうかね、そのカラー、スタイルとしても、まあ、しっかりとちょっと方向性を決めて、で、それで、やってみようかなというふうに思っておりますんでね。まあ、まあ、このラジオを聞いている方にはですね、一応そういうことでやろうかなと思ってますということを、まあ、お伝えをしていこうと思ってますんで、まあ、思いますんで、まあ、また、次のシリーズでですね、動画上がった際にはですね、まあ、このラジオを聞いていただいている方はですね、そういったところをちょっと、思い出していただいて、ぜひ、視聴、評価をしていただけるとですね、ありがたいなというふうに思います。はい、ということで、ギリギリ30分以内収まりました。はい、はい、ということで、今回のラジオはですね、これで終わりにしたいと思います。まあゲームのジャンルはそういうような形でやるんですけども、まあプラスアルファはね、僕がどういうような形でゲーム実況やっていくかっていうようなカラーというか、まあそういうスタイルっていうのももう少しこうしっかりと差別化を考えながらですね、作っていこうというふうに思ってますんで、まあそれはまた別途お話しする機会があればですね、お話をしたいと思います。はい、ということで、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回のラジオでお会いしましょう。